関係者によりますと、展示されるのは各国首脳が使用した円卓や椅子のほか、各国首脳やウクライナのゼレンスキー大統領が書き残した芳名録、そしてバイデン大統領が持参した折り鶴2羽などです。湯崎知事や広島市の松井市長が首脳たちを案内している場面のほか、サミットの様子を紹介した写真パネルも展示します。展示会は広島サミット県民会議などが国の内外の多くの人に首脳たちの核兵器廃絶への思いを受け止めてもらい、平和への意識を高めてほしいと企画しました。展示会は来月31日までを予定していて、この期間中は初日と最終日を除き、午前9時から午後7時まで休みなく開催するということです。